はい、5時になりました。皆さんご参加ありがとうございます。ただいまより DNDI 顧みられない病気の新薬開発イニシアティブ新たな戦略計画の発表に伴う特別会合を始めさせていただきます。皆様本当にご参加をありがとうございます。今日は、Zoom の同時通訳がありますので、皆様Zoom の右下の通訳のボタン、日本語、英語ございますので選択をしてください。それから今日は6時までの短い時間ですけれども、中身がギュッとぎっしり詰まっております。で、最後の方に質問のコーナーがありますので、Q&A のところに書き込んでください。チャット機能は使いません。Q&A のところにもうすぐにでも書き込めますので、どうぞよろしくお願いいたします。私は今日進行役をします元 NHK 解説委員の迫田智子といいます。よろしくお願いいたします。それでは初めに DNDI ジャパン山田春樹理事長よりご挨拶を申し上げます。皆様こんにちは。私は DNDI ジャパンの理事長の山田春樹でございます。本日は本セミナーにご参加いただいた皆様、そしてご多忙の中ご登壇いただいた皆さん、大変ありがとうございます。顧みられない熱帯病ネグレクティッドトロピカルディズイズ NTD は中低所得者国で約10億人の患者さんがいる感染症などの病気であり、その治療薬は市場性がないことから、通常のビジネスモデルによる医薬品開発は不可能であり、患者さんが取り残されています。DNDI はこの問題を解決するためにジュネーブに設立された顧みられない病気の治療薬開発を目的とした国際医薬品開発パートナーシップ機関、いわゆる PDP の一つであります。 DNDI は最貧国の人が安全でより安全に使える治療薬、安価でより安全に使える治療薬を開発支援資金支援団体や産官学のパートナーとの連携により、薬割分担をしながら初期の探索から臨床開発、申請、登録までの治療薬開発を推進している非営利のバイオテックです。 DNDI ジャパンは2003年に日本での活動を開始しました。そして顧みられない病気のための革新的な治療薬研究開発のため、製薬企業やアカデミア、政府などと一緒に活動をしてまいりました。本日は2021年から2028年にわたるDNDI の戦略計画を発表するにあたり、パートナーの皆様と今後研究開発にどう向き合うべきか、日本からの貢献はどうすべきかなどについて、皆様と有意義な議論ができればと願っております。本日のイベントが実りあるものとなりますよう、皆様よろしくお願いいたします。はい、山田理事長ありがとうございました。それではこの先ほどビデオを始まる前に見ていただきましたが、この医薬品開発から取り残された患者さんを救うために、日本から研究開発の分野で今後どういう貢献ができるのか、そのパートナーシップが果たす役割はどのようなものなのか、議論をしていきたいと思います。今日は産官学それぞれの本当に素晴らしいステークホルダーのリーダーの皆様に集まっていただいております。今日短い時間ですが、どうぞ皆様よろしくお願いいたします。それでは最初に、この DNDI が3月25日に今後8年間にわたる新しい戦略計画を発表しました。そのこの DNDI の最高責任者のベルナール・ペクールよりこの戦略計画の内容を説明していただきます。そして日本のパートナーのこれまでの貢献、そしてまた今後への期待も語っていただこうと思います。ではペクールよろしく、ベルナール・ペクールさんよろしくお願いいたします。Thank you. Good afternoon. はい、皆さんこんにちは。私がお話を始める前に、新しい戦略のお話をする前に、まず我々の背景、どこから我々が出発しているかお話したいと思います。例えばこのアフリカ眠り病、この致死に至る病が実は治療ができませんでした。振り返るとそういう時代があったのです。私が例えば、国境なき医師団の医師団での医師であった時、当時この治療薬というのは非常に、受け入れられないほどひどいものでした。20人に1人の患者が命をしていました。この葛藤から DNDI が生まれました。
人道支援に関わる医師としての経験から、この効果なく危険で使用できないような、そしてまた高すぎて手の届かないような薬でしか患者を治療できないことへの葛藤、また病気に対して全く治療薬の開発されていないことに対する葛藤がスタートポイントになりました。そして我々は DNDI を創薬と研究開発するためのいわゆる代替モデル案として立ち上げたのです。そして次のことを焦点に当てました。顧みられない病気、そしてこの明確な市場がないために研究開発進んでいない病気に対する薬を作ろうと思いました。2つ目には顧みられていない人々、例えば HIV とかそういった病気とともに生きる子どもたちです。3つ目の焦点は治療の選択肢はあるものの、薬が効果であるために手の届かない病気、例えば HIV ですね。そして2003年から9つの病気に対して6つの治療薬を届けてきています。我々の活動は全ての問題を解決できるわけではありませんが、問題解決の一部を担うことができています。バーチャルの R&D の機関として、例えば自前の施設や研究センターは持っていません。ただパートナーとともにこの団体モデルが機能することを、薬を届けることができることを証明してきました。例えばこの眠り病にしてもベキシタロールという薬を開発しました。これは経口の服用が自宅で可能なので、患者さんにとっては一つのパラダイムシフトになりました。また現在画期的な経口投与できる短剤治療の可能な薬を開発しようとしています。そしてこの病気の根絶を目指しています。今日我々は将来を見据え、次の8年の大胆なアジェンダを提案します。2028年を目指し、さらに大体15から18の新しい治療方法を患者さんに届けることを目指します。これらのうちおそらく10から12のものに関してはこの先4年間で届けることができるでしょう。これは今の充実したポートフォリオから創出していく予定です。そして5つから7つの新しい治療薬を、初期の早い段階の新規化合物、これを使って開発しようと思っています。加えて、その先に我々のポートフォリオを見渡し、そして拡張することによって新しい領域でのニーズに応えようと思っています。例えば健康して気候変動に影響を受けている病気があります。デング熱もそうですし、大流行に至っている感染症、今日の新型コロナウイルス関連性症といった病気を含んでいます。この新型コロナ感染に関しても我々は活動を展開しています。治験を行ったり、またはアンティコープといった組織を通して創薬活動 R&A を行い、そしてインドやアフリカの国々に薬を届けようと思っています。またこのコロナウイルスに関してはクリニカルリサーチコアリションを含むパートナー組織との連携を活用して、低所得中所得の国々のニーズが R&D の対象の中できちんと生かされるようにしていこうと思っています。次の10年に向けては人々のニーズをきちんと反映し、そして実際に子どもたちの病気に、そして女性や母子の健康に関わる解決策を追求しようと思っています。ただこの活動していくにあたって、我々のパートナーやドナーの揺るぎない支援がある限り達成できると信じています。大胆なアジェンダではありますが、我々達成できると思っています。パートナーということでは、 DNDI はこれまで日本のパートナーとも10年以上にわたり共に歩んでまいりました。この間製薬会社や学術会との R&D パートナーシップを確実に拡張し、そして構築し、主に創薬活動に詰めてまいりました。また2013年に GHIT ファンドが設置され、大きな転換点を迎えました。今日ご参加いただいている多くの方々のご尽力により、たくさんの R&D のプロジェクトを立ち上げることができました。 DNDI を代表し、 GH ファンドに対して彼らの支援と彼らのもたらした多大なるインパクトに対して我々の感謝の意を表したいと思います。例えば GHIT ファンドの設立は、パートナーの数も限られていた以前と比べてより多くの
潜在的なパートナーとつながっていく窓を我々に対して広げてくれたと思っています。そしてこのコミットメントがなければ我々の目的を達成することもなかなかできなかったでしょう。そして日本が有する知識や専門性を研究開発に生かすことができていることは日本の大きな貢献だと考えます。また資金面におきましても GHIT は長年にわたって私たちを支えてくださっております。2020年に新たに獲得した資金のうち GHIT からの資金は全体の 11% を占めております。そして DNTI ですけれども、将来の期待におきましては低中所得国のパートナーが近い将来主体的に動いていく時代を後押ししようとしております。日本のパートナーの皆様がこれらの国々のどのように関与し、そして研究開発を加速できるかについて皆様のご意見を伺えればと思っております。ご清聴ありがとうございました。はい、ありがとうございました。 DNDI 最高責任者のベルナール・ペクールさんでした。皆様ご質問がありましたらもう今でも書き込みできますので、 Q&A のところに書き込みをするようにお願いいたします。それでは次はエーザイ株式会社 CEO の内藤春夫さんにお願いをいたします。エーザイはこの顧みられない熱帯病 LTD の一つリンパ系フィラリア症の治療薬を WHO を通じて無償で提供されてこられました。ヒューマンヘルスケアの企業理念があるエーザイは、途上国向けの新薬開発や医薬品アクセス改善に向けて取り組むことは企業理念にも沿っているということです。で、またこの DNDI とはシャーガス病とマイセトーマに対する臨床開発を進めてこられました。これまでの DND との関わり、そして今後についてどうお考えか、また DNDI の今言いました新しい戦略計画についてのお考えもあれば伺いたいと思います。お忙しいところありがとうございます。それでは内藤春夫さん、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。内藤でございます。このような機会をいただきまして本当に感謝をいたしております。で、今ベルナールがもう、語っておるようにですね、この顧みられない熱帯病というのは、今 COVID-19 でパンデミック状況ではありますけれども、シークレットパンデミックと言ってもいいぐらいな、本当に多くの10億人以上の方々が、未だ常にその明確な治療法もないままですね、疾病に苦しまれているという状況でございまして、この解決にはそのパートナーシップ、産官学のパートナーシップ、というものが不可欠になってまいります。で、我々も薬を作るということで、この DNDI ともう10年以上パートナーシップを組ませていただきました。で、パートナーシップって言いましてもですね、そうパッとできるものではないんですね。やっぱり何よりも大切なものは、目的とかその意義とかいうところをやはり共有しているというところが非常に大切になっていると思います。で、そういう意味で DNDI と私どもはですね、さまざまなその価値を共有しているというふうに考えております。そういう意味で今日ベルナールが語ってくれました、その本当に苦しまれている方々に対してですね、プロフィットをやはりある程度先送りする、あるいは度外視してでも取り組んでいくんだということを非常に我々も共感を覚えるコンセプトでありますし、そういうコンセプトを共有できるパートナーとして、DNDI と一緒にさまざまなその困難なプロジェクトにですね、チャレンジをできるというふうに考えております。で、薬、薬剤はそれできたからパッと使ってもらえるっていうように単純なものじゃないんですね。
あるいは薬はすごくいいものがあるから簡単にその開発できるというものでもなくてですね、やはりそこに信頼とか信用とかっていうものがないと、とてもその優れた化合物だけあればパッと右から左に使ってもらえるっていう単純なものではありません。我々があの DNDI と共に取り組んできた、例えばシャーガス病の治療薬の候補である、ラブコナゾールという薬剤もですね、エーザイ単独でそれを例えば現地に持って行っていわゆる治験を行おうと思ってもこれ絶対できないんですね。やはり DNDI という現地でその現地のさまざまなインフラストラクチャーや人々に精通していて現地から信頼を得ているパートナーがあって初めて治験というものが成り立ってくる。あるいはあの成功した薬剤であってもですね、それはやはりその現地でしっかりと信頼されている、そういうパートナーシップのもとで人々に服用していただかないと、右から左に薬ができたからといって服用されるわけではありません。そういう意味でこのパートナーシップっていうものは非常に重要であって、我々はこれからあの熱帯病の薬剤さまざまなものを開発していきますけども、それはやはり DNDI さんと一緒になってですね、開発をしていくとしていきたいと思っていますし、その理由はそのようなさまざまな価値を共有できているからだということだと思います。で、今あの今後の中期的な計画についてベルナールから説明ありました。で、我々それ非常に、もっともだと思っておりまして、実は中期的なアレンジを一緒にやろうということで取り決めていますけども、それはあのいわゆるリアルメディスン、本当の服用するような薬剤の開発ということももちろんあります。しかしそれに加えて今リモートメディスン、いわゆる遠隔でですね、例えばあの診断をしたり、あるいは遠隔で、治療方針を決めたりするという、そういうリモートメディスンということも、ここのデジタル IT の発展の下でですね、本当に可能性が高まっています。そういうものもこの DNDI との中期的な協力の中には入れていきたいと思っています。あるいはデジタルメディスンですね、すなわち、アフリカなどの、低中所得国の方々でも皆様今スマホを持ってるわけですよね。そのスマホに彼らのデイトゥデイのいろんな情報を入力していただく、それを受けてさまざまなアドバイスやリコメンデーションをすると、そういうそのデジタルメディスンというものももう今日的な、治療の一部を形成してきています。ですからリアル、リモート、デジタルという3つのですね、まあ、最もカッティングエッジな、モダンな薬作り、あるいはそのアクセスというところでですね、まあ、DNDI さんと今後ともしっかりと中期的にですね、コラボレーションをさせていただきたいと、こんなふうに思っているところでございます。以上でございます。はい、ありがとうございます。すごくあの心強い言葉、リアルでリモート、デジタル、すごく新しいものが何かこうワクワクするようなことだと思うんですけれども、この NTD 制圧に向けた活動、さまざまな国際的なパートナーシップで取り組んでいらっしゃると伺っていますけれども、日本からの貢献に対する今後の展望などを少しお話しいただけますか。これ今日あの中谷先生や武見先生おられますんでですね、本当に大先達の前で誠に恐縮なんですけれども、まああの SDG って今すごく語られてるじゃないですか。もうテレビのチャンネル回せばニュースでも SDG がトップニュースになるというところですよね。で、この熱帯病についての取り組みっていうのは、私はもう SDG そのもの一丁目一番地に近いと思いますね。特にヘルスケアに関わるステークホルダーズ、我々も含めて、SDG ということを語るときに、もちろんその CO2 の問題とか、地球環境の問題大事ですけども、何よりもやはりこの熱帯病の取り組みと
というものはですね、プライオリティ高く上がると思います。で、SDG 見ますと、No one left behind、誰一人として取り残さない、あるいはパートナーシップによる問題解決ということは、SDG のゴールズの中にも、まあ、しっかりと謳われているわけですね。で、そういう意味で、この熱帯病に対する取り組みは、SDG そのものであるというふうに我々は考えておりまして、極めて企業活動としてもプライオリティ高く取り組むべきだと思います。それから、さっきも出てきましたけれども、実は日本はその熱帯病の一つのハブ、センターとしての大きな役割を果たす可能性があると思います。まあ、もちろん長崎大学を中心とする熱帯病研究というのは世界の最先端を行っていますし、それから GHIT ファンド、長谷先生率いられる GHIT ファンド、世界のあらゆるディスカバリーワーク、ディベロップメントワークは、ここのファンディングを目指していると言っても過言ではありません。それから武見先生のご尽力もあって、この日本の政府もこの GHIT には大きなファンディングをしているわけですね。しかも外務省と厚生労働省という2つの省庁がジョイントでファンディングしている、そんなファンドはないんですよ。この GHIT ファンドだけで実現できている、これも武見先生の力もすごくあったと思いますけども、そういうその環境が整っている、そしてただ一つですね、これからどうしても取り組まなければいけないと思っていますのは、この薬剤の場合は承認を得なければいけないんですね。薬として OK ですよっていうお墨付きを得なければいけないんですけども、これをぜひ日本の PMDA、承認審査機関である PMDA でですね、ぜひ優先的にこの熱帯病の新薬を取り上げていただいて、そして優先的に承認すると、そこがですね、持ってるかなと思いますので、これも中谷先生や武見先生と一緒に、それは我が国政府に大きく働きかけて実現していければですね、日本は本当に熱帯病の治療創出の大きなハブとなりうるんじゃないかなというふうに期待をしているところでございます。はい、内藤さん、どうもありがとうございます。そのさっきシークレットパンデミックっていう言葉を使ってくださいました。10億人も顧みられない病気の方がいらっしゃる、そこの日本はハブになるというお話でございました。ありがとうございました。また後ほど皆様 Q&A ぜひ書き込んでください。で、次は産官学の学アカデミアのパートナーからお話を伺います。北清先生です。今お話にありました長崎大学大学院熱帯医学グローバルヘルス研究科の研究課長でいらっしゃいまして、東京大学名誉教授としてずっとご活躍をされており、長年寄生虫学や創薬に携わってこられました。現在も抗マラリア薬候補の物質が新型コロナの治療薬として開発中ということで、DNDI とも長年にわたり協力されてこられました。今この DNDI の新しい戦略の中で語られているさまざまな、まだ課題もあると思います。今アカデミアのお立場で感じられている課題、その共通点、ギャップについてお話しいただけますでしょうか。お願いいたします。はい、ご紹介どうもありがとうございました。アカデミア、このアカデミアというのはもともとその役割というのは、教育による人材育成、それから研究による真理の探求というところが我々の役割なんですけれども、でそういう観点からですね、この DNDI の活動ですね、こういうことを考えていったときに、やはり大事なことはですね、特に私が感じるのはですね、やはりその、PDP とかですね、それからその、それを進めている DNDI の活動、それから今社長のお話も出て、GHIT、これは関係している我々はかなり知ってるんですが、ところがその特にアカデミアですね、中でも公衆衛生とか医療従事者の方、それから ODA なんかその援助関係の方々ですね、こういう中でまだまだ知る人が少ないんですね。ですから
やはりこの認知度を上げて、そしてその関心のある人たちが集まってですね、そしてその、特にですね、行政と専門家をつなぐような、そういうその人たちがこの DNDI のようなこう機関とですね、連携して研究開発を推進していくということがやはり重要だし、まあ、もちろんそういう方向で進んではいるんですけれども、まだまだなかなかですね、そういう形になっていないと。で、そういうためにはやはり特に研究、それから人材育成はやっぱりそう簡単にはできない、時間がかかるんですね。で、まあ、特にですね、さっきもちょっと言いましたけれど、やはりその専門家と行政をつなぐそういうインターフェースとなるですね、リサーチマインドを持ったハイレベルの実務者というのがですね、非常に重要なのに少ないと思うんですね。ですから、まあ、そういう我々長崎大学はまあ研究教育をやってきたんですけれども、まあ、日本全体としてでもですね、やはり熱帯学グローバルヘルス、これに関わる人材がだんだん増えてきたとは思うんですが、今言ったようなですね、そのインターフェースとなるような、いわゆる、まあ、ドクターパブリックヘルスですね、 DRPH って言いますけど、こういうものがもっと必要だろうということで、まあ、こういう人材が増えてくれば、DNDI さんとか GHIT、まあ、そういう活動がですね、さらに強化されるだろうというふうに思っています。以上です。今日はすでに300人を超える方が参加してくださってますので、今日参加してくださった皆さんが、またもっとこう広めていくということもとても大事だと思うんですが、北先生、この日本のこうアカデミアに、この領域にもっと多く入ってもらうために、何かこういうことがあったらとか、今何かちょっとここが足りないんじゃないかとか、そういうことがありましたらお話しいただけますか？そうですね。まず、やはり今日のこのようなイベントですね。いや、本当に今、見てもほとんど330人ぐらいになっていますけれども、やはりこういうその活動ですね、特に今新型コロナのおかげでこういうウェビナーが非常に、まあ、活発になってきて、でどこに行っても参加できるんで、このことは非常に重要なので、ぜひまた続けていただければなと思います。それからもう一つはですね、例えば普通の化合物を合成している、まあ、工学部とか理学部とか農芸科学とか、そういうところの例えばですね、研究者の方で自分の作った化合物が何か役に立たないかなと思っている方はたくさんいるんですね。でそういう方がもう何かにアプライして、一回ダメだとがっかりしてやめてしまうんですね。でそういうところをですね、やっぱりチャレンジをずっと続けていただくように、この特に DNDI のようなですね、組織が彼らをこうアトラクトをするとしていただくと、そういうことがとても大事じゃないかなと思います。なのでぜひよろしくお願いしたいと思います。はい、わかりました。ありがとうございました。その薬の開発とても大変だけれど、その魅力を、まあ、合わせて伝えるということもとても大事ですよね。はい、それでは先ほどから何度も出てきています GHIT ファンドの中谷会長にお話を伺います。研究開発の支援を行っているファンドです。マラリア結核、そして顧みられない熱帯病のための治療薬、ワクチン、新代薬の開発を推進する日本初の国際的な官民ファンドです。グローバルヘルスイニシアティブ、ごめんなさい、あってますね、グローバルヘルスイニシアティブテクノロジーファンド、グローバルヘルス技術振興基金、これでよろしいですね。中谷博樹会長です。中谷先生は WHO 本部の事務局長や公衆衛生や保健政策の分野の予測を、歴任された後、この GHIT ファンドの会長、そして代表理事に就任されています。また慶応技術大学医学部の訪問教授でもいらっしゃいます。で、この GHIT ファンドは DNDI のプロジェクトに対して2013年より治療開発のための支援を行ってきています。で、今日は2つ大きな柱で伺います。そういう国際的な立場で長年活躍されている中谷先生から見て、 DNDI の価値、ユニークな点は何かということが一つ、それからもう一つ、この新たな戦略計画でも示された、この取り残された病気で苦しむ患者さんのために取り組むべき課題、まだ多くありますけれども、日本からのさらなる貢献に対して GHIT ファンドとして今後どのように取り組んでいかれるか、この2つお願いいたします。
ありがとうございました。ご丁寧な紹介をいただいてありがとうございました。地域ファンドちゃんと言えてます。大丈夫です。中谷博と申します。まず最初に DNDI の新戦略計画、歓迎したいと思います。G ヒットファンドとしましては、DNDI と共に手を携えて、顧みないられない熱帯病の制圧に努力していきたいと思っています。また今までのすごく、ものすごくいいプレゼンテーションを聞いておって、実は私の40年のグローバルヘルスのことをちょっと思い起こしてしまったのですけれども、最初にこの関わり合いを始めたのが、瀬戸内海の島のにある長島愛生園というハンセン病の療養所に行ったことなんです。夏のサマーセミナーでたまたま行ったんです。そこで聞いたのは、WHO の旗の下で国際共同治験が成功して、これからは全部経口薬の治療でもう入院が必要なくなるんだ。こんな時代になったんだという話を聞いて、非常に衝撃を受けました。これが今、アフリカ眠り病で再現されたわけですね。素晴らしいことだと思います。それからともう一つ、DNDI さんは、メディサンサンフロンティア、これからこう発出してきたという話を聞きました。そこの創始者の、バーナード・クシュナーさん。この人は、まさに情熱の人で、目を見ると、漫画でよく、炎が燃えてるような漫画ありますよね。あんなような感じの人でありました。だからこそ、2006年、WHO の総長選挙、私の後で上司になりました、マーガレット・チャンさんと、それから日本が推しました、尾身茂先生と、それから、クシュナーさんと、三つどもえの大接種になったんです。こんな思いを、持ちながら、聞いておりました。そこで今、モデレーターから2つご質問いただいたと思います。1つが DNDI の価値、それからユニークなところであります。バーナードと、今度はペクールさんですね。ペクールさんがおっしゃっていただいた通り、私たちにとって、G ヒットファンドにとって、この、DNDI はかけがえのないパートナーです。私たちの今までの総投資額の 19%、これが DNDI さんとの協力に投じられています。なぜこんなことをしているかというと、私たちは思いが一つ、でもアプローチが違うので、コンプリメンタリティ、相互補完、関係ができるからです。その思いというのは、ね、顧みられない熱帯病の患者さんを救いたい。ここが私たちの共通の思いです。一方でアプローチがちょっと違います。私たちはファンドですから、研究投資をします。それから DNDI さんは、研究、臨床開発とアクセス、ここに強みがあって、まあ、特にメディサンサンフロンティアからの伝統があって、熱帯病との戦いの主戦場といいますか、主なバトルフィールドであるアフリカ、ここに圧倒的な現場力があるわけです。こういうことで私たちは協力関係にあって、例えば内藤 CEO がおっしゃったことをもう少し拡大すると、例えば難治性の皮膚疾患でマイセトーマって、これ非常に難しい病気なんです。これの初めての薬、これを G ヒットファンドが投資し、まさにエーザイさんの研究人が一生懸命今薬を開発し、そしてその臨床治験は DNDI さんの力を得て、非常に難しい国です。スーダンで行われています。今、順調に進んでいます。このように、やはり、協力関係ができる。そして、DNDI さんのユニークなところは、そこのモチベーションが、現場から来た患者さんを救いたいという熱い思いです。それから私たちのモチベーション。これは日本の科学力、工業力で、そういう人たちを救ってきた。というので、お互いの思いは一つ、アプローチが違う。ということで、両者の熱意のシナジーが今非常にいい関係になっています。だから今回の新、戦略計画、これを歓迎するわけです。第二の質問は、G ヒットファンとして今後どう取り組んでいくかということなんですけれども、今やっぱり私たちの非常に大きな頭の中にあるのはパンデミックの話ですね、COVID の。それで、この私たちが今経験しているのは、日本のような先進国でも薬がない、ワクチンがない、医療だと崩壊するかもしれない。まあ、こんなことで途上国と同じ状況になってしまったわけです。ですから、やはり新しい薬、ワクチンを開発することに世界全体が取り組まなきゃいけない。というので、先立っての G7 コーンウォールサミットでは、やはり研究開発を重視しよう。それから作ったものを作ったらいいというのじゃなくて、アクセスまで考えよう。といってアクセスのところも投資しよう。というので、グローバルヘルスの大きなアジェンダに R&D が
急上昇してきたわけです。私たちはこういうような時代の背景、これを追い風にして、顧みない病気が再び顧みられなくならないようなアドボカシーを強化するとともに、やはり日本発のイノベーションを世界に発信して、国際的なパートナーシップでイノベーションの製品化に結びつける、こういうハブとして、G ヒットファンドは活躍をしていきたいというふうに思っているわけです。そして私たちとしては、世界に貢献するばかりではなくて、日本国民を守る、日本の経済を強くする、こういう三方よしのグローバルヘルスを実現したい。というので、トリプルウィンのグローバルヘルスと言うんですけれども、これを実現する私としては、花坂爺さんになりたいというふうに思っているわけです。以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。トリプルウィンの花坂爺さん、高谷先生、どうもありがとうございました。その2028年までに15から18の治療薬、そして治療の方法っていうふうにもおっしゃった、つまり経口だったり、その使いやすい薬であり、みんなにちゃんと届く薬、本当にその現場からのこのニーズをちゃんと考えた上のそのモチベーションを日本の技術力と合わせてというお話、非常によくわかりました。ありがとうございました。それでは、今度は武見先生です。最後になりました。参議院議員の武見敬三先生にお話を伺います。武見先生は先ほど皆様からのお話もありました。原医療、グローバルヘルスなどの幅広い知見とご経験をお持ちで、WHO の親善大使も務めていらっしゃいます。日本における研究開発についても様々な提言をされています。2つ伺います。まず、その先生が今取り組んでいらっしゃいます、ユニバーサルヘルスカバレッジと大きな関係がこの顧みられない病気あると思うんですけれども、ENDI が取り組んでいるこの顧みられない病気は UHC の中でどういう意味があるかということが一つ。からもう一つ、日本の関係者はどうパートナーシップを組んでいったらいいか、それに対する日本政府の方針、考え、日本政府としてはどう取り組んでいくかということを伺いたいと思います。武見先生、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます、はい。ユニバーサルヘルスカバレージというのはもう皆さんご存知のように、すべての人々が自ら負担可能なコストで、予防を含む適切な医療にアクセスすることができるというシステムを意味しています。で、これをその我が国はSDGs の中に目標として取り込むようにその働きかける大きな役割を担いました。そして実際にこれが2015年 SDGs のその3の中でターゲットとして採択された後、日本は特にこの UHC のファイナンスに大きくプライオリティを置いて、保健大臣とそして財務大臣の合同会議といったようなものを G20 などのホスト国として実現するといったことをしてきております。ただその中で今改めて私どもが認識していることは、やはりユニバーサルヘルスカバレッジというと皆さんアクセスに非常に大きな関心を持つようになりましたけれども、実際にはそのアクセスだけではなくて、特にクオリティ、そこで提供される医療の質により大きくこれからは関心を持たなければならないというふうに、今大きく認識がクオリティに集中するようになってきました。じゃあその医療の質の向上っていうのは何を意味するのかといえば、それは予防も含むものでありますけれども、それは医薬品だとか医療機器といったようなものを、どれだけ途上国の人々も先進国とそのタイムラグを縮小して活用できるようにさせるかというところが、一つの大きなそのアプローチになり、課題になっていくというふうに考えています。で、したがって、これはベルナルド・ベクールさんのお話にもありました通り、DNDI は非常にその低中所得国の主体性というものを大いに育てようという考え方の中で、そのシーズをそこから発信してもらうだけではなくて、開発していく上でもパートナーとしてその主体性を育て上げようという考え方を常に持ってきました。で、私はこれは非常に重要な考え方であり、日本もこの考え方ときちんと歩調を合わせて、低中所得国がこうしたユニバーサルヘルスカバレージの質の向上の一環として
その臨床の技術の向上を図るときに、その低中所得国のパートナーが確実にそうした臨床技術を向上させていくことができるように、そのパートナーシップを組むことが、まあ、大変大切だというふうに考えるようになっています。でその中で、日本は特にアジア健康構想という考え方で、アジアの医薬品や医療機器の規制の調和を推進する、そういった政策を打ち出すようになっています。でこの中で、実際に、このアジアの多くの医療機関とパートナーを組んで、国際的な共同知見というもののネットワークを今感染症および非感染症の両分野において大きく構築するための政策を展開するようになりました。でこの中で、実際に、パンデミックとしてこの COVID-19 のパンデミックもその中でまた発生してしまいました。でこの COVID-19 のパンデミックというのは、こういった我が国の取り組みというものをこれからさらに加速化するという大きなインパクトを今持つようになってきました。特にこの COVID-19 に関しては、途上国、主にそのダメージを受けたのは先進国でありますけれども、その途上国も含めて本当の意味でグローバルに必要とされるものにこのワクチンがなったわけです。でそうした中で、実際に、これらのワクチンをこれからも継続して、常に新たな感染症に対応するために開発しようとすると、今までのように先進国同士のこうした国際的な共同知見だけではなくて、先進国と途上国の医療機関との連携のもとに新たな国際的な共同知見のネットワークを作っていくことが、これからますます重要な時代に入ってくることが明らかになりました。したがって日本はこうした考え方の中で、こうした途上国の多くの医療機関とこうした国際的な共同知見のネットワークを推進するという、そういう役割を担う決意を固めてきているわけです。ただその中で改めて申し上げておかなければならないのは、こうしたその試みられない熱帯病だけではなくて、こうした感染症の分野というのは、そこで必要とされる医薬品やワクチンを開発するときに、平時においてはマーケットが極めて限られているために、なかなかそうした開発の資金調達をすることが市場のメカニズムだけに頼っていてはできない。でしかで従って、そういう点に関して今回のコロナの大きな反省のもとで、我が国としても新たに平時において、こうした市場のメカニズムを補うために、国がかなり大規模な基金をこれから創設をして、Gヒットファンドと同様に、こうした途上国のみならず先進国でも必要とされるこうした医薬品について、あるいはワクチンについて、非常に強力にそうした研究開発を支援する財政的な基盤を国内にこれから構築していくということを、おおよそ6月1日に閣議決定で決めたばかりであります。したがってこうしたコロナの追い風というものを上手に生かして、この DNDI の皆さん方ともその中でより大きくパートナーが連携できるようになることを私は望んでいます。以上です。はい、武見先生ありがとうございます。すごく心強い、この先基金ができて、またいろいろな R&D どんどん進んでいくということを期待したいと思います。とにかくこのパートナーシップというのが非常に重要なんだということを皆様のお話からよく伝わったと思います。そういう意味では今日のこの会もとても意義があるものなんではないかと思います。たくさん質問が来ていますので、すみません、ちょっと私の手元にあるところで順不同になるかもしれませんが、なるべく多くの方にお答えいただこうと思いますので、お願いいたします。まず内藤エーザイの CEO の内藤さん、お願いできますか。私の大学では基礎演習というクラスでグループ単位で SDG が書かれる15の目標を1つ選んで、私たちに何ができるかを目標として毎週議論しています。で、個人で
この医療の面で顧みられない人たちのために、私たちが日常的にできることについてたくさん意見が出るんですが、なかなか納得のいく結論に至ることができずにいます。何かアドバイスありませんかということなんですが、いかがでしょうか。個人でできること、まずその顧みられない熱帯病っていう言葉自体ですね、私も本当に、そうですね、このリンパ系フィラリア症 の、はい、その治療薬というものを作っていこうというふうに、先ほどのマーガレット・チャンさんとお約束するまではですね、あまり知らなかったんですね。ですからまずこのそういう、よくアウェアネスって言いますけれども、はい、関心を示されているところのさまざまな文献とか、あるいはその出版物があります。で、Gヒットファンドでも多分そういうものを出されているというふうに記憶していますけれども、そういうものを勉強していただくというところはもうごく手近にできます。それから先ほども出ました、例えばリアルワールドの現地では日本の NPO とか NGO の皆様方が実は非常に活発に活動されてるんですね。で、そういう方々とのコンタクトとか、あるいはそういうプロジェクトに、こう参画してみるっていうこともですね、非常に大事だと思います。と申しますのも、この薬剤というのはほとんどの場合に、集団投与されないと意味がないんですよね。例えばその村に行って村の全員が服用しないと感染症ですので予防できないと、いわゆるマスドーズイング、コミュニティに対するその集団投与が必要なんで、これって実は本当に大事なんですね。その村の長、その村長さんとの信頼関係があって、そこの理解も得ながらこれをみんなが服用するっていうことの、そういうお手伝いも我々もしてますけども、これも非常に有意義な仕事なんで、そういうところにこう参画していただくとか、いろんなやることはたくさんあると思いますね。はい、わかりました。ありがとうございます。だいぶいろんなイメージが皆さんも湧いてきたかなと思います。次の質問ちょっと専門的ですが、 PMDA が、中谷先生にお願いします。 PMDA がこの NTD 薬品を世界に先駆けて承認できるようになったら、誰にどのようなベネフィットがあるでしょうか。 PMDA にそういう審査を行うの十分な意思やリソースがあるでしょうか。日本のその薬品の審査のところのことですね。そういう質問が来てますが、いかがでしょう。なるほど、ちょっと難しい質問ですが、試みます、答えを。やはりお薬の場合、研究開発をするプッシュをするという意味では、研究開発に投資をするというのはこうプッシュになるわけですね。ただしプッシュするだけじゃなくて、それが早く市場に出るようにプルこうしなきゃいけないわけですね。そこの一つのメカニズムとして優先審査みたいなことがあるわけですね。そうすると何がメリットがあるかというと、早くその薬が認可されて、そして市場に出ていく。ただね、私はそれだけでもまだ足りなくて、やはり開発力のあるのは実は個人じゃなくて製薬企業が一番開発力があるわけですよね。そういう人たちをそこにやっていただくためには、やっぱりこう利益がない部分そこにやれというのは、なかなかこう内藤社長が素晴らしいリーダーシップでやられますけれども、やっぱりそれだけではやっぱり株主さんとしてはちょっと困ったなみたいに思うわけなので、じゃあ他のね、なんかメリットとバンドルして、例えばアメリカなんかはそういう優先審査で非常に感染症の薬なんかで、まあ、抗生物質も含めてですよ、薬を作った優先審査してあげますよね。それプラスね、バウチャーを出して、そのバウチャーを使えば優先審査権を他の薬にもあげますよというと、例えばがんの薬とか、あるいは認知症の薬とか高血圧の薬とか、日本の製薬企業が今主力の主な
R&D のフォーカスになっているところにもインセンティブを与えれば研究していただけるんじゃないか、こういうことをすることによって、あの製薬企業についてもベネフィットがある。それよりも一番はやっぱり、あの受ける患者さんに新しい薬が早く出てくる、こういうメリットがあると思います。はい、ありがとうございます。まあ、今まさにこの COVID-19 で、うん、そのワクチンのこととか薬のこととかの治験だったり、あるいは承認のことっていうのは多くの人が今関心を持っている時なので、はい、多分そういう意味では今きちんとした情報を伝えると非常にそのちゃんとした理解を進めるという意味ではいい時かもしれませんね。では次、北先生、あのアカデミアの方で PDP、うん、あのこの薬の開発のパートナーが知られていないのはその額の問題なのでしょうか、もしかすると科研費とかいろんなところのその共同グラントなんかがあると変わるのでしょうかという質問が来てますが、北先生いかがでしょう。はい、ありがとうございます。額の問題ということもあるんですが、実は額の問題ではないと思うんですね。あの例えば数百万ぐらいのあれでも、その非常大事なことは、まあ継続的なところです。特にそれからパートナーシップという意味では、そのネットワーク、研究者、それからそのシーズを見つけた後、どのように開発していくかっていうですね、そういう企業で、それを承認する今の PMDA のは、そこの流れがうまくつながらないとうまくいかないと思うんですね。ですから、そのまずそれを知らせる必要なんで、ですからこのようなイベントは非常に重要だと思うんですが、あのもっともっとそこはやらなくてはいけないので、でただし額もですね、あの非常に、時にはですね、例えば今長崎大学であの BSL4 というそのエボラとかそういうものを扱えるようなのが今年の7月からにやっとその建物がまあ最後で、これはですね本当に作るのに100億ぐらいかかりますし、維持するのにやっぱり10億20億かかるんですね。これはやはりもう国が国策としてきちっと、一つの大学ではとても無理ですね。ですから、その何にどういうふうにあのお金を使うのかっていうことが非常に重要だと思うんですね。でそういう点で、やはりその特にアカデミアの研究者の人たちは、もちろん研究費は欲しいんですが、あのリサーチマインドとそれが自分の研究が何に役に立つのかっていうことは非常にもう皆さんもう心の底から持ってるんですね。ですから今、あの共同のグラントのあると変わるのでしょうかと、もうすでに例えばですね、あのサトレプスですね、これはあの JICA と、まあ、あの感染症に関すると、まあ、AMED という、まあ、非常に異なったしかし2大ファンディングエージェンシー日本のがですね、これがその現地の研究者とドネーションじゃなくて同じ目線でやってるんですね。で本当にあの成果が上がってきてるんで、これはあの欧米にはないスキームですので、やはりそういういろんな工夫をしてですね、それからあの例えば AMED の中でもですね、こういうサトレプスと J グリッドというようなその感染症の研究、ここのやっぱり今のそのサジェッションに のありましたようにですね、共同の研究その発表会ですね、これはもうずっと前からそのお願いしていて、まあ多分今年あたりあの実現するんじゃないかと思うんですが、でそれをその例えば企業とかですね、国 あの方たちが見ると、あこういうシーズがあるのかというようなですね、だからここに本当にベーシックサイエンスとか科研費の方たち その研究発表も入ってくるというような、日本にはもう非常にそのリソースがあるんですね、実は。でさっき武見先生がおっしゃったように、これを平時にちゃんと継続的に支援する体制というのが非常に重要だと思いますので、まあ、ですからあのPDP を、まあ、知られていないわけではないんですが、もっともっとこの新型コロナというのは一つのチャンスなので、あのそういう意味でやっぱりメディアがですね、こういうことが大事だということを取り上げてくださることは非常に重要かと思っています。以上です。はい、ありがとうございます。それでは、できればあと2つ質問をと思っているんですけれども、一つ武見先生、あのワクチン外交という言葉がありますが、まあ、つまりロシアとか中国とかがまあワクチンをこうあの途上国に優先的にっていうことだと思うんですけど、 BNDI や GFIT が関わることによってどう変わるでしょうかというふうに来ていますが、いかがでしょう。あの DNDI とか GFIT も協力していただく形でですね、国がもっと主体的に
こうした役割を担えるような体制をこれからかなり大規模に作ることになります。うん、でそれはエイメドというその資金を提供する組織機構にですね、改めてこうした感染症に関わるその市場のメカニズムでは開発資金を十分に調達できないような分野を対象としてかなり大規模な基金を創設しようと言っています。私は少なくとも最低1000億円ぐらいの基金を積み立てる必要があるだろうと思っておりますけれども、こうした中でエイメドという組織の中に今まで実はこういう国際協力というマンデートが入っていなかったんですね。したがって国内における開発だけのコンテキストでこうした資金供与の主体が構成されていたんで、これからそのエイメドにですね、こうした国際協力というのを正式にきちんとマンデートとして持たせて、そうした視点の中でこうした国際的な共同の開発研究そして臨床治験のネットワーク作り、こういったところに資金を十分に流すことができるようなそういう体制を組むことになります。でその中で GHIT であるとか DNDI の皆さん方とですね、かなりさまざまな分野で緊密に連携することが確実に広がってくるだろうと私は思います。はい、ありがとうございます。それでは最後にベルナール一つ質問お願いします。あと 1,2 分しかないんですけれども、COVID-19 で今その DNDA がかなりのリソースを研究開発にかけていると思うんですが、他のプログラムに対するインパクトを説明してくださいますかという質問が来ています。Okay, thank you. We have been. はい、ありがとうございます。私たちはそのコロナの感染症の取り組みも私たちのポートフォリオにもですね取り込んでおります。とはいえ、その NTT の方からですね、そのコロナの方には振り分けてはいないんですけれども、この研究としてコロナの研究が行われておりますが、北米やヨーロッパ、そしてその他の国ではまだですね、これからという状況になっています。そしてやはり研究開発イノベーションを流していくためにアフリカ、インド、ラテンアメリカの方でもパートナーを連携をしておりますけれども、今後はそのように私たちはさらにですね、そういった方面の方にも展開をしていくことが必要になると思います。そしてまた早期の段階から取り組みをしていくということで、重症化する前にそういったワクチンだけではなくそういった治療を生み出していきたいというふうに考えております。はい、ベルナールありがとうございました。今日は本当に質問をたくさんいただきました。あっという間に時間が来てしまいました。皆様本当にありがとうございます。最後にそれでは DNDI ジャパン事務局代表の中谷香織よりご挨拶をいたします。皆さん本日はご参加いただきましてどうもありがとうございます。中谷でございます。本日ご登壇いただいた皆様との連携で日本での研究開発の成果見え始めてきております。今後はですね、今まで連携していただいた方々に加えて我々のような PDP をより広く知っていただいて、顧みられない病気により関心を持って取り組んでいただける方を一人でも増やしていくために努力をしてまいります。研究開発はもちろん大事ですけれども、平等な医薬品のアクセスについても、理解と支援の輪を広げたいというふうに思っております。で、COVID-19 によって日本にいても世界にいても、取り残されたというような感じで体験をした方はいらっしゃると思います。声を上げにくい、患者さんの声を我々は拾って薬を開発して届ける、それによって多くの方々がより健康に近づけるように、頑張ってまいりたいというふうに思っております。そのためにこの分野にご関心をお持ちの方がいらっしゃれば、ぜひ我々にご連絡をいただきたいと思います。一緒に、セクターを超えてですね、連携をやっていければというふうに思っております。最後に戦略計画について研究開発の内容また取り扱う疾患についてですね、それに特化したセミナーを日本語でになりますけれども7月の21日に別途予定をしております。ご関心のある方はぜひご参加ください。本日はどうもありがとうございました。はい、皆様本当に今日はありがとうございました。駆け足でちょうど6時になります。今日は本当に産官学の素晴らしい
リーダーの皆様たちのお話を伺わせていただきました。本当にありがとうございました。ご参加の皆様、そして2人の通訳の皆あのお二人ありがとうございました。ではこれで終了いたします。ありがとうございました。